多い。はいどうも、これまで僕ずっと、ブランクのデッキ使ってたんですけど、タイトルでもある通り、スポンサーがつくことになりました。そのスポンサーっていうのが、これで、このインペリアルっていうスケボーのデッキです。このインペリアルは日本のブランドで、今年できたばっかなんですけど、今僕と松本隆とキヨンのレオっていうスケーターで、乗ってます。今回は、このデッキをセットアップして滑りに行く感じの動画です。はい、動画の途中ですいません、2点告知あります。1つ目は、今日からインスタグラムでライダーズゲームというスケボーの大会が行われます。大会はライダーズゲームっていうこのアカウントで行われます。最初はプロ18名が参加していて、その後に、誰でも参加できる大会が行われます。この大会では自分がすごいと思った技に投票して、優勝者が賞金を獲得する方式です。第1回目、ちょうど今から開催している大会は、プロだけなんですけど、豪華プレゼント企画もやっているので、インスタグラムぜひチェックです。そして2つ目の告知は、またバンタンさんとイベントすることになりました。今回は大阪です。はい、8月25日に大阪でイベントするので、参加したい方はぜひ下のリンクから予約お願いします。参加は無料です。みんなでフリーセッションしたり、僕がちょっと喋ったりするイベントです。気軽に参加してみてください。では Back to the setup video。 このデッキのテーマは、なんか日本の良さを生かそうみたいなテーマがあって、コンセプトはなんか日本の良さを生かそうっていうコンセプトで、結構日本っぽいこんな感じのグラフィックが多いです。こんなんとか、あとはこんな感じだったり、日本っぽいグラフィックが多くて、真ん中に竹が入ってるので弾きもいいらしいです。ってことで、今回はこれをセットアップして滑りに行くっていう感じの動画になると思います。ではまず、セットアップします。イエー、ありがとうございます。よしよしよし。ビスとかハードウェア買うと結構1個だけ色違う場合があるんですよ。例えばこれだと全部黒なんですけど、これだけ金なんですね。俺はいつも左前に金を刺します、なんとなく。で、あとは普通に、いつもはここに線入れるんですけど、今回なんかデザインがあるんで線はなしていきます。これ締めるとき、結構いきなりこう1個目からめっちゃ強く締める人いるんですけど、ベストはまず全部ちょっとだけ緩く締めて、徐々に強く締めていくと、4つともバランスよく締めれます。僕はいつもここから始めて、これを緩めに締めて、その次に対角線上にあるこっちのビスを緩めに締めてって言って、こうね、4つの締め具合をバランスよくしてます。イエー。強く締めていきます。よし、完成だぜ。こんな感じで完成です。いつもどんなパーツ使ってるか質問くるんで答えときます。デッキはインペリアル、グリップもインペリアル、デッキのサイズは 8.0、 トラックはいつもベンチャー使ってます。ベンチャーの、5.25 のハイを使ってます。ハードウェアはダイヤモンドハードウェア、ブッシングはボーンズのハードブッシング、ウィールはボーンズの STF、 ウィールのサイズは 53mm を買うんですけど、いつもちっちゃくなるまで使うんで、多分今 50mm ぐらいです。ベアリングは忍者を使ってます。そんな感じなんちゃう。はい、ではこれから滑りに行きます。ほぉ、にょーん。はい、今立川パークに来ました。ニューデッキでちょっと立川で滑ります。ちなみに陽太郎ともう一人の友達と来てます。いや、笑ってる。
て。はい、毎回恒例フリップファーストトライいきます。いけ。はい、久しぶりに GoPro 使って撮影します。あれで撮ってんの？恥ずかしい。大丈夫？危ねえ。バイバイ。バイバイ。さよなら。さよならは言わねえ。大阪に帰っちゃいました。オッケー。オッケー。まあスケボーは体を回せば乗れる。どういうことや。うわもう、うわ体だよ。うわもうウィールパイト、もうウィールパイト、もう体。うわる、入ります。入ります。